天にいらっしゃいます父なる神様、一週間の歩みをあなたが共にいてくださりお支えくださいましたこと、心より感謝いたします。またこの礼拝の場に私ども一人一人をお招きくださっていることも感謝いたします。礼拝のひととき、あなたの恵みを思い起こし共に賛美するときとしてください。またあなたの御言葉をもって私ども養ってくださいますように、そしてまたその言葉に生きる力をお与えください。そしてそのことを通してあなたの御栄を表すことができますよう、私どもを性別してください。またさまざまな理由でおいでになれない方々のことも覚えます。安息日の主よ、どうか共にいてくださり、安息日の平安と癒しとをお与えくださいますように、この礼拝のひとときがあなたに栄光を期する時でありますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書朗読をいたします。マルコによる福音書12章の28節から31節です。口語訳聖書73ページ新共同訳聖書87ページでございます。マルコによる福音書12章の28節からお読みいたします。一人の律法学者が来て、彼らが互いに論じ合っているのを聞き、またイエスが巧みに答えられるのを認めてイエスに質問した。すべての戒めの中でどれが第一のものですか。イエスは答えられた。第一の戒めはこれである。イスラエルよ聞け、主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。第二はこれである。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これより大事な戒めは他にない。アメン。それではお立ちくださいまして、開会の賛美歌一節を歌いたいと思います。それではお祈りを捧げたいと思います。ひざまずける方はひざまずいて、またどうぞご自由に祈りの姿勢でお願いいたします。愛する天の神様、こうして日々の歩みが支えられておりますことを感謝いたします。世の中では戦争や地震やまたいろいろな問題が起きておりますけれども、神様、あなた様が間もなくおいでになることをひしひしと感じさせられます。どうぞ私どもが御言葉にさらに深く触れ、また多くの方々に御言葉を伝える役割を果たすことができますようお導きください。どうぞ隣の病院で病を得て、
入院しておられる方の上にも、あなた様のお守りとお支えがありますようお祈りいたします。また、教会の方でも、手術を控えたり、いろいろな治療をされている方々を覚えますが、神様はいつも共にいてくださいまして、癒しの御手を持ってお支えください。どうぞ、今朝御言葉をつないでくださいます近藤貢献先生の上に、あなた様の豊かなお導きとお守りがございますように、聞く私どもの心をさらに広げてくださいますように、愛する御子イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金のご準備をお願いしたいと思います。それでは献金のお祈りを続けて、主の祈りをしたいと思います。愛する天の神様、こうして毎日の糧が与えられております。言うばっかではありますけれども、あなた様の御用のために、お返ししたいと思っております。どうぞ多くの御言葉をまだ知らない人たちのための伝道の方法として、またいろいろな学校の経営として、いろいろな活動の支えとして、この献金が豊かに使われますようお祈りいたします。また捧げます私どもの心も清めてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるも徳地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時にもなればなり、アーメン。今朝のお説教は主任牧師でおられる近藤貢献先生によってなされます。愛は呼びかけから
と題して、なされます。その前に、オルガンの検証がございます。今の検証にありましたように、私どもの信仰の歩みを神は愛であり、このことを土台に営んでいけたらと思います。仕事上結婚式を司式することがあります。その際必ず結婚セミナーを行うのですが、その時お二人の馴れ初めを聞くことにしております。それぞれですね、面白い出会いが終わりなんですけれども、あるご夫妻の場合ですが、ハプニングがですね、お付き合いの始まりになりました。ある日、駐車場に停めてあった奥様になる方の車の盗難防止警報ブザーが鳴り出して止まらなくなりました。どういじってもですね、ブザーが止まらないんですね。早朝、けたたましく警報ブザーが鳴り響き、焦っているところにですね、同じアパートに住むご主人になる方が、何が起こっているのかと窓を開けて見下ろしたというんです。この方はですね、電気店に勤めておられて、電化製品のことには詳しい方でいらっしゃいました。朝っぱらからうるさいと思って見ていると、困っている様子だったので、降りて行って、どうしましたと声をかけたんだそうです。警報ブザーが止まらずに困っているというのでですね、警報ブザーを調べて直してあげたそうです。それまでは全く面識がなく、同じアパートに住んでいることすら知らなかったそうなんですが、これがきっかけで知り合いになり、仲良くなられて、めでたくゴールインなさいました。警報ブザーがですね、幸せを呼ぶブザーになったわけです。何がご縁のきっかけになるか本当にわからないもんですね。しかしこのご縁はですね、どうしましたという呼びかけからですね、始まったんです。愛は呼びかけから始まるものなのです。神様と私たちとの関係もそうです。聖書を読むと、神様の方からの呼びかけがたくさん書いてあります。神様が私どもに呼びかけてくださり、そこから信仰の歩みが始まるわけなんですね。そのようなお話が聖書の中にはいっぱい出てきます。そして何よりも神様からの私たちへの呼びかけは、人となられた神、イエス様、その方であります。
見えない神様を見える形で表し、救いの計画を成し遂げるためにイエス様はこの地上に人となっておいでになられました。しかし旧約時代にその訪れを前もって知らされていたにもかかわらず、当時のユダヤ人たち、ことに宗教指導者たちは、彼らの期待していた救い主ではないとして、イエス様を警戒し、貶めるためにさまざまな議論を仕掛けました。イエス様は議論を仕掛ける者たちの悪意に気づいておられましたが、それらの難題に対して冷静に聖書を用いてお答えになられました。イエス様が巧みに答えておられる姿を一人の律法学者が見ておりました。これを見るとですね、巧みにと書いてあります。イエス様が巧みに答えられたのを認めてと書いてあるんですけれども、この巧みにと訳されている言葉は立派にともですね、美しくとも訳せる言葉だそうです。悪意ある質問に対してイエス様は誠実に美しく見事にと言ってもいいでしょう。真理をお語りになられたのです。それを見て感銘を受けたある律法学者が質問いたしました。すべての戒めの中でどれが第一のものですか。彼が研究していた聖書の律法には〇〇せよという命令の戒めが248、〇〇するなという禁止事項が365、合わせて613の戒めがあります。その中で最も重要なのは10回でした。これらの戒めを守ることで神様にふさわしい聖なる生活を実践しているとみなされました。だから幼い時からユダヤ人男子は成人になるまで律法を一通り教えられ、さらにこれらの戒めをどう守るかラビの教えも学びました。残念ながらこの当時ですね、男子だけに教えたようなんですね。娘にはあまり律法を教えなかったようなんです。でもイエス様はですね、男女構わず聖書の教えを語られました、教えられました。このような教育を受けてですね、一人前のユダヤ人聖人とみなされたわけです。しかしこれだけあるとですね、何が本質的に大切なのか見失ってしまいそうです。律法学者はこれだけたくさんある戒めの中で何が第一のものか、戒めの急所といいますか、最も大切な部分、あるいはそれらの戒めの本質は何かと問いかけたのです。その質問に対してイエス様はこうお答えになられました。29節の言葉です。お読みしたいと思います。イエスは答えられた。第一の戒めはこれである。イスラエルよ聞け。主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。第二はこれである。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これより大事な戒めは他にない。まずイエス様がおっしゃったのは、ユダヤ人が朝言う祈りとして唱えていた申命記6章4節5節にある言葉でした。イエス様は申命記の言葉を引用しながら、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよとおっしゃいました。申命記には心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしというふうに書いてあります。それに加えてですね、イエス様は思いを尽くしてとおっしゃいました。どれも関連してはおります。心というところですね、心尽くしの心は人間の内面、ことに
人間の霊性と関連する部分です。神様と関係する部分と言ってもいいです。それから精神と訳されている言葉は魂ともですね、あるいは命自体とも訳される言葉です。またフィーリングやですね、感情、欲求といったことも意味します。さらに新明記にないイエス様が加えた思いを尽くして、この思いを尽くすということ、これは認知力やあるいは知性とも訳せる言葉です。そして力、これは肉体の能力、行動力などを意味しました。そうするとですね、霊性、感情、知性、肉体、あるいは行動する力、これをまとめますと私たちの全存在と言ってもいいです。全存在をもって神様を愛する、それが第一のものです。第二に、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとおっしゃいました。これもまた旧約聖書レビ記19章18節にある言葉です。マタイの同じお話の箇所ではイエス様は第二も同様にとおっしゃって、神様を愛することと隣人を自分のように愛すること、この二つを同列に並べて共に大切だとおっしゃいました。確かにこの二つの戒めは切っても切り離せない大切なものです。神様を愛する者は自分も含めて神様が愛し大切な存在として見ておられる一人一人を愛するようになるのです。逆に神様が愛しておられる自分も含めて一人を傷つけることは、その人を愛しておられる神様を悲しませることです。そしてそれは神様を愛することから逸脱することなのです。イエス様もこれらの小さな一人にしたのは私にしたことだとおっしゃいました。それぐらい私たちの経験をご自分の経験としてくださるお方なのです。私たちは人と接するとき、あるいは自分自身についてもそうですが、このことを忘れてはいけないと思うのです。イエス様がそのように愛しておられる私であり、あなたであるということです。イエス様はこのように旧約聖書にある律法をまとめて、全存在をもって神様を愛し隣人を自分のように愛する、この二つに集約されるとおっしゃいました。確かに十戒も前半部分は神様との関係、後半部分は他者との関係について語られていて、この二つに集約されます。そして戒めは愛するとはどういうことなのか、あるいはこれを超えると愛することからそれてしまうということを具体的に述べているものなのです。さて、この答えを聞いた律法学者はどう応答したでしょうか。先を見てみたいと思います。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、仰せの通りです。神は一人であって、その他に神はないと言われたのは本当です。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛するということは、すべての犯罪や犠牲よりもはるかに大事なことです。律法学者はイエス様のお答えを受けて、神は一人であってその他に神はないと言われたのは本当です、あるいは真実です、この本当ですという言葉は真実ですとも訳せます、真実ですと答えました。神様を愛するとは、この唯一の神、私たちの主に集中し、この方をのみ神とし、
主として従っていくということです。そして全存在をもって神様を愛し、自分のように隣人を愛することは犯罪や犠牲よりもはるかに大切なことだと答えました。これはですね、当時の宗教背景から考えるとすごい答えなんです。エルサレムの神殿で毎日のように犯罪やその他の犠牲が捧げられておりました。そしてその儀式が律法にのっとって正しく行われているか、律法に詳しい律法学者あるいは特にパリサイ派の人々はいつもチェックしていたそうです。なのでパリサイ人のことをですね、神殿の番犬とも言われたそうです。本当に祭司たちがレビたちが聖書の律法にのっとって正しく儀式を行っているかいつもチェックしてたようなんですね。まあ、この人たちはですね、儀式の正しさにこだわった人たちなんです。しかし彼らがこだわったそれらの宗教儀式が正しく行われているかどうか以上に、その儀式を執り行いまた参加する者たちの神様と隣人に対する愛がはるかに重要だと、この律法は学者は答えたんですね。これは私たちにとってもすごく大事なことだと思います。礼拝がきちんと正しく行われていたとしても、その中で美しい賛美が奏でられまた素晴らしい説教が説かれていたとしても、それはすごく大事なことなんですけれども、もし神様と隣人への愛がそれを執り行う者また参加する者のうちに欠けていたとしたら、それは形骸化した者あるいは自分を誇る者になってしまうのです。そもそも礼拝は神様への愛の応答として、また自分のように隣人を愛することを象徴的に表す奉仕の機会として捧げられるものです。しかしその本質である愛が失われていたとしたら、本来の在り方を失っているのです。そこに愛はあるんかと呼びかける消費者金融の CM が時々流れますが、礼拝を含めて私たちの信仰生活についてまさにそれが問われているのです。イエス様はその律法学者のその応答に対してさらに次のようにお答えになられました。イエスは彼が適切な答えをしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後はイエスにあえて問うものはなかった。答えは適切でした。しかしイエス様の返された言葉は微妙なんですね。答えは適切だったんです。まとえていたんです。しかしイエス様の答えはですね、あなたは神の国から遠くないという答えだったんです。遠くないです。適切な答えをしたんですが、神の国の一員であるともですね、神の国に入りつつあるでもなく遠くないなんですね。言い換えれば近いところにはいるがまだ入っていないということです。ところでですね、今日の説教をお聞きになりながら皆様の中にすでに感じておられる方もおられると思いますが、全存在をもって唯一の神様を愛し、自分のように隣人を愛するということ、この愛するということがですね、命じられている戒めについて、言うは易し行うは難しと感じておられる方がおられるんじゃないでしょうか。このイエス様の言葉を私も説教を準備し学びながら同じように思いました。実際それを生きるとなると、これは簡単ではないなと思うんです。問題はですね、
模範解答を知っているかどうか以上に、そこに生きているかどうかなのです。今朝のイエス様の言葉は、クリスチャンならばよく知っている言葉です。しかしクリスチャンとしての自分の歩みを振り返るとき、いかに難しいことかも痛感いたします。全存在をもって神様を愛しているだろうか。まあ、説教ではですね、神を愛なりと言って、神様を愛しましょうと言っているんですが、自分自身の普段の生活、牧師の仕事じゃないとき、オフのときも、全存在をもって神様を愛しているだろうかと振り返るとき、と思うところがあったりするわけなんです。さらに、自分のように隣人を愛しているだろうかということもそうです。しかもイエス様はですね、ルカによる福音書にある良きサマリア人の例えをもって、愛すべき隣人を選ぶことよりも、むしろ誰であれ、あなたのそばにいる、近くにいる、あなたの助けを必要としている人の思いを受け止めて、助けることで隣人となるということを勧められました。隣人に対してだけではありません。自分を愛するようにとありますので、自分を愛することについてもそうです。自分を愛することにおいてもですね、時に私たちはままならないわけなんです。例えば、自分と誰かとを比較して劣等感を抱えることがあります。それは学校においてだけではありません。職場でも、あるいは教会においてさえも劣等感を感じることがあるのです。私は何年クリスチャンとして生活してもこの程度だと、周りの信仰者と自分を比較して情けなく思う時があります。あるいは才能のある方が教会奉仕に活躍しているのを見て、自分は役に立たないと思ったりと、教会生活においても劣等感や自己嫌悪を感じることが起こり得るのです。このやり取りを聞いていたイエス様の弟子たちもそうでした。3年以上イエス様と共に過ごしながら、最後の晩餐の席において誰が一番偉いか競い合っていたんですね。一緒に過ごしてきた弟子同士が愛し合う愛の対象ではなく、ライバルになっていたんです。まあ、そのような弟子たち、そして私たちですから、愛せよと命じられて、果たしてイエス様がおっしゃったように生きることができるのでしょうか。正直に申し上げて、自分の力では無理だと思います。そして私たちのうちには、私のうちにはその愛はないと申し上げざるを得ません。しかしだからこそ、イエス様はですね、全存在をもって神を愛し、自分のように隣人を愛しなさいという言葉の前に、重要な言葉、ユダヤ人が朝夕、多分今もそうだと思います、唱えていた祈りの言葉の最初の部分を含めて語りました。イスラエルよ、聞けというこの言葉です。最初に申し上げました通り、愛は呼びかけから始まるのです。神様と私どもの関係も、神様からの呼びかけから始まりました。聖書は最初からそのことを描いています。人類の祖アダムとエバが神様から離れたとき、神様の方からどこにいるのか、と呼びかけられました。同様に私たちと神様との関係も、聖書の言葉を通して、また誰かを通して神様の声を聞くことによって、その呼びかけを聞くことによって、私たちの信仰は始まったのです。
またその呼びかけ、聖書の中にいっぱい書いてありますが、その一つ、第一ヨハネの4章の8節後半からの言葉をお読みしたいと思います。修法の心のマナに載せておきました。先ほど検証で、賛美してくださった賛美歌の歌詞の中に神は愛なりという言葉がありましたけれども、この聖書の言葉から来ております。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神は愛であるとありますように、シンプルかつ明瞭に明確に神様のご性質は愛であるということが強調されています。愛と日本語で訳されている言葉はアガペというギリシャ語が使われています。アガペの愛、それは思考の愛、自己犠牲の愛と言ってもいいです。あるいは契約を必ず守られる真実な愛です。しかもこの愛は、私たちが神様を愛したからではなく、私たちの神様への愛に先立って神様がまず私たちを愛してくださったとあります。愛の対象、反対は無関心とも言われます。すると私たちが神様に対してまだ全く無関心であった時から、神様はすでに私たちを愛しておられたということなんですね。ずっと関心を持っておられて愛しておられたのです。しかも神様を信じてクリスチャンになっても、全存在をもって神様を愛することがなかなかできない。それだけでなく、目に見える私たちの周囲にいる隣人、時に自分の家族、親、配偶者、子供、兄弟すら思うように愛せない私たちです。そればかりか自分に嫌悪し、劣等感を持ち、自分を傷つけることすらある私たちなのです。そのような私たちを神様の方がすでに愛してくださっておられるのです。どれぐらい愛しておられるかといえば、神の民と自負してきたユダヤ人が受け入れようが受け入れまいが関係なく、旧約聖書の約束の通り、御子イエス・キリストを送ってくださいました。そして十字架を通してその愛を表してくださり、私たちが願う前から私たちの罪を償ってくださいました。この十字架のメッセージを私たちは真摯に耳を傾けて聞く必要があります。立法学者はイエス様の回答に肯定的に応答いたしました。しかし残念ながら、彼はいまだイエス様を、神様が送ってくださった救い主とはまだ認めていないんですね。彼のイエス様への応答の言葉に先生っていう言葉が入っています。決して主よではないんですね。先生なんです。彼にとって、イエス様はですね、素晴らしい教えを説き、当時の宗教家が持ちかけた議論に見事に答えた優秀な先生なんですね。彼もこの後に起こるイエス様の出来事、十字架を見上げる必要がありました。それを私たちに対する
神様の愛の証として、そして 私たちを神と共に生きるようにしてくださる罪のための贖いの技として受け取る必要がありました。この十字架によって私たちは罪の許しを得て、神様のご支配のうちに、すなわち神様の国に入れていただけるのです。だからイエス様は神の国から遠くないとおっしゃったのです。しかも神は愛であるとありますように、そのご支配は神様の愛によるご支配です。今お読みしましたヨハネの手紙にイエス様によって生きるようにしてくださったとありました。そのために私たちの心の内に聖霊の神様がお住まいくださり、イエス様もそれによって共におられて、私たちの心の中に入ってくださって、その愛で私たちを治めてくださいます。そしてそのことによって神様の愛によって互いに愛し合うものとしてくださるのです。だから今朝のマルコの箇所にも出てくる神様を愛すること、隣人を自分のように愛するという言葉にあるこの愛もまたですね、アガペを語源とする言葉が使われているんですね。この愛は神様由来の愛です。神様の呼びかけを聞いて、その愛を受け取って感化されることで、また心をイエス様によって治めていただくことで引き出される応答としての愛です。このように神様の呼びかけから私たちの神様との関係は始まり、私たちも愛するものとして育てていただくのです。そのために神様は聖書を通して、また時に誰かを通して、またいろんな機会を通して私たちに呼びかけてくださっています。第二次世界大戦が始まる頃、ドイツにジェイコブスさんというユダヤ人が住んでおりました。彼はユダヤ人以外の女性と結婚し、ユダヤ人であることを隠して生活しておりました。そのため妻以外はその町の誰も彼がユダヤ人であることを知りませんでした。息子が生まれ、何不自由ない穏やかな生活をしていたのですが、時代の波が彼を襲いました。戦争が始まり、ナチスによりユダヤ人狩りが始まったのです。ユダヤ人であることを隠していたため、自分は大丈夫だと思っておりました。ところがある日、仕事から戻ると、家で待ち構えていたナチスの秘密警察に捕まってしまいました。なぜ自分がユダヤ人であることが分かったのだろう、妻以外のものは知らなかったはずだ。妻子に最後の別れの言葉すら言えず、連行されそうになりました。それで思わず叫びました。最後に妻と話をさせてください。すると警察の一人がにやりと笑ってこう答えました。お前はまだわからないのか、お前の妻がお前を売ったのだぞ。驚いてジェイコブスさんは妻の方を見やると、妻は目を伏せ、その顔には在籍の念が浮かんでいました。無念、無言の妻の姿からそれが本当であることが分かりました。彼は妻に裏切られ、そのまま強制収容所に連れて行かれました。時に人間の愛は移ろいやすく裏切るものことがあります。それでも彼は5年間の収容所生活を必死に生き抜きました。彼の最後の希望は、生きていれば息子に会えるでした。戦争が終わって収容所から解放され、彼は息子に会う希望を抱いて自分の町に戻ってみると、妻と子はおりませんでした。近所の人に聞くと、ヨーロッパの北の方に行ったと言います。
もう二度と息子に会えないだろうと彼は失望し、自暴自棄になって路上で生活するゴロツキたちと一緒になりました。そんな生活を送ったため、とうとう警察に捕まってしまいました。事情聴取を受け、彼がホロコーストを経験したユダヤ人であること、身寄りがイスラエルのテルアビブにいることが分かったことから、そこへ送られることになりました。少しばかりのお金を持って、彼は政府によってテルアビブの弟の方へ、ところへ送られました。ユダヤ人には兄弟姉妹を熱く迎える文化があります。それを期待して彼の弟の家を探し当てて訪ねましたが、彼が受けた扱いは非常なものでした。あまりにも貧しい姿に変わり果てている兄を見て、弟は家に入れてくれなかったのです。兄弟に裏切られてしまいました。弟には弟の生活の都合があったんですね。人は自分を守るため、自分の都合のために時に人を見捨てることもあります。テルアビブまでたどり着いたにもかかわらず、弟に拒絶された 彼は行く場所がなくなり、公園をうろつく浮浪者になりました。持っていたお金もなくなり、何日も食べない日が続き、力なくベンチに寝ていた時です。彼に声をかけてきた人がいました。声の主は女の子でした。彼女は間違ってバスを降りてここに来てしまったこと、そこに彼がいて、その顔が疲れ果てて悲哀に満ちていたのを見て、一言声をかけずに折れなかったと言いました。しかし幸せそうな人を見ると人は卑屈になるものです。彼はこの女の子にバスに乗って帰りなよと言って拒否いたしました。しかし彼女は構わずこう言いました。神様に導かれてこのことをあなたに伝えなければと私は感じました。それは神様は今もあなたのことを愛しておられるということです。イエス様はあなたのことを愛しておられます。ジェイコブスさんはこのことを聞いて、この子供は突然に何を言うんだ、いるかどうかもわからない存在が自分を愛しているだと、両親に守られて温かな家に住む君には、私がこの数年間どんな地獄を見てきたかわからないだろうよ、そんな思いになりました。しかしその子はじーっと彼を見つめて、目に涙をいっぱい浮かべているのです。その涙を見て、いつの間にか彼も涙を流していました。お嬢ちゃん、俺のことなんか誰も愛してくれてはいないのだよ、もう手遅れなんだよ。しかし彼女は答えました。手遅れじゃないです、あなたが神様に信頼するならきっと。彼女のその言葉を聞いて、彼女を通して彼を導いている目に見えない存在を彼は感じました。そしてあとは自分がそれに応えるだけであることを感じました。彼はベンチでこの子供と一緒にお祈りをいたしました。もうこれで十分だと思いました。しかしこの女の子は彼が病気でかなり具合が悪いことを知り、友達と一緒にジェイコブスさんを家に連れて行きました。事情を聞いた家族は彼をその家に迎え入れました。そして1年間その家で過ごし、彼女が話していた私を愛する神様について聖書を通して学んでいきました。その後元気になって、彼は
あの兄弟と仲直りし、職も得ることができました。そして50代半ばでクリスチャンになりました。晩年、彼は彼に会う人にこう答えたそうです。天国に行ったらみんなに水を振る舞う給仕役になるよ。そして私を愛してくれた神様に感謝を表したいんだ。どうやったら私を愛して救ってくれたイエス様に感謝を表せるだろうか。確かに人生いろいろあった。でもたった一つ言えること、それはイエス様は私を愛しているということです。本当に愛は呼びかけから始まります。イスラエルよ聞けとイエス様がおっしゃったように、神様に真摯に耳を傾けて、聖書を通して、また今新緑の美しい季節ですが、神様の作品であり第二の聖書と言われる自然を通して、また祈りの経験を通して、あるいは日々の生活の中で私たちに語りかけてくださるイエス神様の愛を受け取りましょう。そして聖霊によって私たちの心の中に主イエスに住んでいただき、その愛によって私たちの存在をもって神様を愛し、自分と同じように隣人を愛するものとしていただくことを求めていきたいと思います。ありがとうございました。それではお立ちくださいまして、閉会の賛美歌321番の一節を持って主を賛美したいと思います。お祈りいたしましょう。天におられます父なる神様、あなたはイエス様を通して私どもへの愛をお示しくださいました。そしてイエス様は最も重要な戒めとして、全存在をもって神様を愛し、隣人を自分のように愛することを教えてくださいました。しかしイエス様、私どもは時に自分のことすら愛せず大切にできないものなのです。ましてや自らの力では全存在をもって神様を愛せないものです。しかしそのような私たちを愛してくださり、私たちをあがない神様と共に生きるものとするために命を懸けてくださいました。ここに神様の愛があります。あなたが聞けとおっしゃったように、日々聖書の言葉を通して、自然を通して、祈りや日々の生活の経験を通して、神様の私たちへの呼びかけを聞くものとしてください。そして
あなたが私たちの心を治めてくださり、私たちをあなたの戒めに生きるものとしてくださいますように。そのことによって私どもはイエス様への信仰を持ち、戒めを守る残りの民として生きることができます。あなたがそのようにしてくださいますことを感謝し、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。